今、彼が、多分来たんじゃないでしょうか。分かるんだ。髪の毛しか見えない。多分、健吾君が来ました。ちょっと一旦ここに置いて。おー、スタート。おはようございます。あ、失礼します。すいません。ごめんな。あ、いえいえ、全然すいません。はい。今日なんで呼ばれたか分かってる？分からないです。あ、そうやな。はい。まあ、いろんなお前のためにこう将来的なことを考えた上で、なんか俺なりこう考えたの。はい。お前仕事始めどれぐらい？もう4年半、もう5年目になる。5年目やんな。はい。もう俺1回の勉強はもう俺のチーム入ったし。入りました。で、みんな悩んでるとこもあるよね。はい、あります。でそれも踏まえた上で、お前のためにいろいろ提案したいなってこともあって、はい、硬くなんだよ。あ、いや、おお、ちょっと、お前、ビール飲む。いや、飲みたいです。いいですか。あ、はい。よし。なんか、抜かれたりとかして、悔しくない？いや、めっちゃ悔しいです。で俺思ったのは、どんどん上に上がっていってほしいし、でも、上に上がるために必要なのっていうのは、売り上げだけでもないよね。知ってる？はい。知ってるのか？いや、多分分からないから、この状況なんですね。大体、双方でもなくて、売り上げだけじゃなくて、なんかこう、運をつかむとか、ちゃんとつかむっていうのもそう、大事じゃない？はい。俺自身もチャンスだし、グループの会長として、はい、で、まあホスト以前としてこうすごくチャンスなところもあるけど、もっと言うわね、言うわね。はい。もっとこう前面に自分を出さないとダメよ。ちょっと服脱いでごらん。いや、俺もね、そうだけど、若い頃にボクサーとしてできた分もあるし、なんていうかな、ホストとすれば、ヌーディストみたいなのがすごい大事なんだよ。はい。脱ぎなさいよ。いいんですか？ちょっと恥ずかしい。いや、全然、恥ずかしいのは分かる。恥ずかしいよね。俺はあえてお前を試したいから言ってるんだって。早く脱げよ、お前。いや、ちょっと、いいんですか？脱ぎます。ちょっと恥ずかしいですね。無理、全然。いや、あんな、そういうのじゃなくて、お客さん、俺はお客さんで、例えば、もう1000万元置くお金だとするね。はい、絶対、脱ぐだろ、お前。脱ぎます。脱げよ。すみません。おかしいよ、お前。はい。なめんだよ、俺って。お客さんと会長どっちが大事なのよ。お前、あくまでも、はい、お客さんが大事かもしれないけれども、あくまでも、お前が大事なのは将来的に上に行きたい。だろ、お前。行きたいです。ホストになりたい上で、お金積みたいよね。積みたいんだろ？はい。それだったら、あくまでも、もう、お客さんと俺どっちが大事？お客さんです。どっち？じゃ、待ってよ。お客さん！その上に立つのは、お店。その上に立つのは会長であれば。ちょっとこれ見ろよ、お前。なんて書いてんねん。会長、ワングループって書いてます。これは、俺が、あくまでもね、俺が作ったわけじゃないの。社長が、もう会長のためにって作ってくれたんだよ。兄貴のために。兄貴のためにって。お前ら前では、まあ、
会長会長って言ってるの。俺の前では兄貴兄貴って言うからよ。兄貴って言うのよ、はい、うん、マスク取れよ。すいません、あおかしいな、すいません、失礼しました、すいません。どうだっても順番もう一回考えろ。一番大事なのって誰、はい、誰、一番、お客さんいました、はい、お客さん大事だね、はい、俺はお客さん神様でいいと思う、はい、でも神様の上にいるとしたら誰なんだよ。会長です。みんなそう言うのよ、はい、もうそ俺はそれでいいと思う。理解できた。はい、改めました、うん、俺がさ、はい、ゲイなのしてる？ゲイなのしてる？ゲイなのしてる？俺は結局きついこと今言ったと思う。だからあくまでも取締役ってさ、みんないい子たちじゃない？はい。お前から俺がいい子たちなの。では彼は俺の推しを受けてあそこまで来たんだよね、うん、で俺は今回お前呼んだのは、まあ、その、まあ、全体感として、頑張って、最高幹部に上がってきてほしいの。頑張ったな4年半、うん、でも、幹部のやつたちもどういうのかな、俺が言ったことはやっぱ、ノーは言わない。ノーは言わない。わかる、はい、俺がやっぱ、ちゃんと考えて一生懸命勉強して言うから、ノーはないよ。で、それを含めた上で、俺をこう、理解してくれてるし、その中で、言ったこと、すべて、ノーがないの。で、この雰囲気ってさ、はい、なんていうかこう、自由な雰囲気であれたんやろ、はい、ズボン脱ぎなさいよ。いや、ちょっとそれは。いやいや、あんな、なんか男同士の付き合いやん。もうなんか、フリーで行こうぜ。いや、フリーで行こうぜって言ってるんだ。いや、ちょっと、下。いやいや、パンツ履いたままで別に無理は言わんやんか。そのままで無理ですか。うん、そのままで。そのままって何？脱がなくても大丈夫。いや無理。わかりました。そうやな、はい、いや、やりますっておかしくない。じゃなくて男同士と付き合いしようぜって言ってるやんか、はい、無理やったら嫌やったら全然いいねん。いや、やります。やろう。はい、うん、脱げやそれ。脱げます。大事、おかしいです。ここまで世界の時に、はい、みんなパンツ一枚入ってきたりすんねやんか、はい、なんでお前ズボン開いてんのよ。すいません、うん、脱げよお前、おかしいよお前。すいません、俺たちパンツ一枚なのにお前。すいません、うん、失礼します。うん、脱げました。靴下もあるのか。靴下、うん、みんなそうしてるからさ、お前しないと思うけども、この世界っていうのはそういうルールがあるからさ、はい、そうだろ。はい、うん、お前も薄々感じてるかもしれないけども、そういうルールなの。はい、OK。 はい、うん、まあどうなっても、お前をこう上に立たせたい。いや、お前、ごめんな、お前って言ってごめん、言うわ。いや、はい、はい、言う、はい。上に立たしたいし、はい。頑張らしたいと思ってる。はい。うん。こっちだ、こっちだ。横。いや、親密な話しようっていう話。うん、いいんですか、僕なんか。いや、ちょっと待って、音楽、ユウたちが好きな音楽かけるから。ああ、まあ、ちょっと待って。甘みミルク、オーガスト。これこの音楽いいでしょ。
これ本当にこれいいの、はい、雰囲気でしょ、はい、うん、これあの俺のよくにいいの嫌なだったらそれでいいと思う。いや行きます。もう座りなさい。失礼します。これ聞いたらいい。はい、本当面白いです。毎日見られてるんですこれ。いいだろ。はいはいはい、いいです。いいだろ。はい、どこら辺がいいの。まあ、メロディーと言いますか。いや、気持ちの部分でそのリスペクトみたいなとこを含めて。そうですね、このテンポとやっぱこの体の体関係ないよ。どんな話してるんだよお前。あ、いや、あのはい、すごくいいと思います。どこいいの。言葉では表せない。そうかな、まあ、はい、しちゃうな。はい、うん、ちょっとすごく、まあ、どうはい、ユーは どうなりたいんだ。お金持ちになりたいです。本当に。はい、ただもうただのユーに足りてないのかね。覚悟よ、うん、そう立ってごらん、そこに。はい、奥に立ってごらん。あ、そうそう、で全力で、はい、NHK の体操踊ってごらん。 NHK の体操ですか。うん、お、僕が思う NHK の体操で、うん、いいよ、大丈夫ですか。うん、流そうか。流さないと俺が。あ、流していただけると。めんどくせえなお前。すいません。 NHK 体操、うん、これでいい。画面向いていいから、こっちから戻ってくる。わかりました。あ、もうちょっと手前から。こちらでいいですか。こっちですか。全力でやってごらん。はい。足の運動です。では、軽く横に振り、足、元気よく曲げて伸ばしましょう。全力でやるよ、お前。はい、全力です。いいね。もう切れてきたね。足を開いて胸の運動です。ここは指先まですっと伸ばしてね。もっと肩もっと上にするぞ。はい。気持ちが慣れちゃうからさ。はい。うん、そう。表情、はい、表情もっと一生懸命や。お前見てないと思ってるだろ。見てます。切れてないよ。前後に向ける運動です。ピアノの音をよく聞きながら。体をいじります。切り抜くなよ。切り抜くよ。息を吐いて大きく吸います。おい、ちゃんとせえや。はい、すいません。
やらない。10点ぐらいかな。でもな、まあ率直に言う、はい、前上に上がりたいか。上がりたいです。うん、それだと、みんなさ。なんていうのかな、いろんな芸を思う。芸って大事じゃない？はい。いろんなとこでプロとしてこう、はい、やり遂げていくっていう上での芸も大事で。はい、ゲームですか？芸ですか？で、それも大事で、はい、みんなこう、やり遂げていく中で、一人前になってほしいなと思うけども、はい、いろいろこうそこでね、やっぱね、俺にみんな抱かれてさ、みんな抱かれてさ、はい、一人前になったんだよ。はい、わかる？はい、うん。社長なんかもう本当に最初はしんどいです、はい、しんどいですって言ってたよね、はい、でもいつの間にか会長なってるやろ。なってます、うん、ノリは俺も何て言ってるの。会長が言ってるやろ。はい、言ってます、うん、もうやつらはさ、もうある意味いい意味で勉強になった分があるのよ。それはありがとうございますという上での会長なの、うん、俺はお前にいろいろ教えていきたいと思ってる。本当にお前教えたくないけども、まあ男と寝るというのもね、男同士で寝るっていうのも大事なとこもある。はい。お前がちゃんと頑張れるんであれば俺と寝なさいよ。あ、立場はちゃんと俺は作る。作るから、みんなそういうふうに、乗り越えて初めて最高幹部になるの。そうじゃない？はい。うん、はい。やれる？やる？俺、今から？外で、俺庭で、はい、庭の奥の、で、ゆっくりする。しっかり考えなさい。わかりました。OK。はい。で、考えて、決意できたら、ちゃんと、このガンを着て。うん、じゃあ、君のために用意してる。OK。わかりました。あ、出てる。はい。
起きたっていうのは、はい、もう気持ちがあるってこと。はい、覚悟。まあ、はい。覚悟ってないね。はい。覚悟ってないね、覚悟って。やりきることです。あ、そうやな。はい。あ、奥の部屋に、ベッドあるから。はい。しっかり、覚悟見せろ。奥の、あ、そこ、奥、手前の。はい。行ってもう行ってもいいですか。おちょっと一杯だけおいいですか。ちょっとここの準備というか、すみません、いいですか。準備って何。覚悟です。あやりきります。お頑張るんだよ。はい、言うはできるからさ。はい、うん、はい、行ってくる。彼の決意が固まったということなんで、行きたいと思います。従業員をはめるのは初めてなんで、楽しみ。大丈夫か。はい。覚悟はいいか。はい。イエーイ。てってれー。死ぬ。おお、どう、ドアップした。いやもうマジで、はい、やばい、マジっす。いやマジっすかこれ。マジっす。いやほんまにガチやと思ってましたもん。マジっすか。あのうま、あの従業員にであのグループに、こういうことを仕掛けるのは絶対ないっていう言い切ってるんで。はい、お前のために。いややばいっす、死んでたもん。やば、この感じやばい。よし、ドッキリ大成功や、大成功、せーの、ドッキリ大成功。やばい。ありがとうございました。ありがとうございました。I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down. All around this empty town, I'm searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Don't stare, cause the flames will burn us. I thought you were the one for me.Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. Kiss your head when you cried for me. Hold your hand while the pain was over. Keep you warm by the roaring sea. You meant the world to me. We'll be right back.
charting the stratosphere. I prayed for you and kept you near in hopes you'd chase away my fears. I'm on my own, you made it so. Pointing, blaming you, you did not know. Oh. I thought you were the one for me. That's why I give you everything. As you cross by the stormy seas, oh, you meant the world to me. Oh, you meant the world to me.